おはようございます、アザエさん。アザエさんこそ眠そうですね。昨日は遅くまで付き合わせてしまいましたね。白鳥さんはまだいらっしゃらないみたいですね。何か事情でもあるんですかね。あ、椿だ。あ、浅井くん、おはよう。その様子じゃ、まだ弘明くんは。あ、うん。はるちゃん。なんだ？ちょっと、聞いてもいいかな。はるちゃんは、どうして犯人を捕まえようと思ったの？犯人を捕まえれば、身代金を渡す必要もないし、ひろあきくんも帰ってくるからだ。そっか。今さら、なんでそんなことを？それだけ？本当に、それだけの理由なの？犯人は、魔王だって、言ってたよね。うん。知り合い、なんだよね。うん。私の家庭の事情とは別に、はるちゃんは、犯人を捕まえたかったんじゃないの？確かに私は魔王を捕まえたいと常々思っている。うん。魔王には個人的な恨みもある。それが何かまずかったか？ごめん、変なこと聞いて。いや、はるちゃんは良かれと思って犯人を捕まえようとしてくれたんだよね。何の役にも立たなかったが。もう一つ、いいかな。何でもいいぞ。はるちゃんは、お金を渡したら、ひろあきは帰ってこないって、言ったよね。うん。何度も言うが、犯人は身代金に関係なく、人質を返すつもりはないんじゃないかと思っていた。本当に、そうなのかな？犯人は、警察を恐れてたんだよ。そのようだな。ひろあきが、もし、本当に帰ってこないなら、私たち、今度こそ警察に連絡するよ。犯人も、それを予想しているはずだから、きっと、ひろあきは返すつもりだったんじゃないかな。私は犯人ではないからわからないが、警察を恐れているからこそ、人質は返さないつもりだったんじゃないか。犯人はこう予測していた。椿の一家は、人質が帰ってきたら、次は身代金を返してもらおうと思い、警察に通報するかもしれない。
何にせよ、私がそう思うというだけであって、事実はわからないわ。そっか。ごめんね、ハルちゃん。問い詰めるような真似して、ごめんね。ううん、なんでもないの。疲れてるみたいだな。何かあったのか？今日は朝からハルちゃんに迷惑かけてしまいました。丸。いや、丸じゃないっしょ。おいおい、京介聞いてくれよ。俺この年になるまで知らなかったぜ。ペッティングっていやらしい言葉だったんだな。ビビったぜ。三軒茶屋あたりの家族が土手で犬を散歩させるおしゃれな言葉かと思ってたぜ。椿ちゃん、大丈夫？何が？ほら、あのガキ。じゃなくて、弟さん。大丈夫だよ、きっと生きてるって。ありがとう。H 君にも迷惑かけたね。いいよいいよ、僕はいいんだよ。僕はん？夜って何時くらい？あ、うん、ならいいよ。別にないよ。でも、どうして？心配しないでいいよ。私は元気だから。浅井くんは、やっぱり優しいな。自分もいいっすか？はるちゃんも？いえ、何か役に立てる場面があるかもしれませんので。こう見えて炊事洗濯掃除は得意でして、ゲイとかもできますし。宇佐美さん、どんなことできるの？まあ、バイオリンを少々。そういえば、転入してきた時言ってたね。僕も。これが、ネタでも何でもないんですよ、恐ろしいことに。今度聞かせてね。暇ではないですよ、暇では。銭湯に行ってます。お風呂好きなんで。髪洗うの時間かかるんすよね。それで、はるちゃんも、お家に来るの？ちょっと遅くなるかもしれないが。悪いけど、11時には、帰ってもらえるかな？うん。そんな時間から、何をするんだ？
ネットゲーム。僕わかるよ。ネット上のお友達と時間を合わせてプレイしたいんでしょ？そう。みんなで悪いボスをやっつけるの。なんだ、椿ちゃんも結構余裕だな。だから大丈夫だって。違うよ。まだヒロアキも返してもらってないしね。ごめん、なんでもないよ。それよりアザイくん、ハルちゃんのこと知ってる？ハルちゃんと犯人について。そう、ううん、知らないよ。私お友達だと思ってて、でもそのお友達のこと何も知らなくて、それでお友達だと思ってて、そういうのどうなんだろうって今日は思ってたの。誘拐犯と知り合いなんだよ。私の弟をさらうような人と知り合いって一体どういうことなんだろう。聞いたけどなんだかはぐらかされて、私の聞き方が悪かったのかな。気に入らないなんてそんなことないけど、それはよくわかってるよ。はるちゃんに悪いことしたな。あ、今日はないけど寄ってく？お父さんが心配するから早く帰りたいの。ごめんね、気晴らしになればいいと思ったんでしょ。ありがとう。Thank you.
やっぱりここを出ていくことになるんだね。わかっているよ。悪いのは犯人だ。僕らに非がないように、君やお金を貸してくれた人にも何の罪もない。ありがたい話だけど、うちは大所帯だよ。浅井君、君には本当に感謝しているよ。犯人が悪魔なら、君は天使だな。ことになるならさっさとこの土地を売ってしまえばよかったんだね。長く住ませてもらったな、ここも。しかしせめて弘明が帰ってくるまでは住まわせてもらいたいものだね。なぜだね。もう帰るのかい？おい、椿！何？お父さん。お姉ちゃん、お腹すいた。うん、もうご飯作るね。浅井くん、帰るの？お姉ちゃん、さっきのお話の続きしてよ。いい子にしてたらね。浅井くん、なんかごめんね。大して構えなくて。お兄ちゃんもおままごとする？ちょっと体調悪いみたいで。じゃあね、また来てね。さあさあ、ご飯にするよ。なんすか、いきなり抱きついてきて。椿の家に行くって言ってたじゃないすか。え？浅井さんはどうも私のことを軽んじてますね。いや、だから遅くなるかもって言いましたよ。いえ、アルバイトはしばらく入れないようにしています。いろいろと調べたいことがありまして。はい。警察には連絡していないそうじゃないですか。
気が済むまでやりたいだけです。ひろあきくんの消息です。いいえ、すいません。犯人がひろあきくんを連れ去ったであろう場所は特定できました。おっしゃる通りです。今日はずっとその道を行ったり来たりして、たまにすれ違う人にお話を伺ってました。はい、さっぱりです。白いセダンを見ませんでしたかと何度聞いたことか。ええ、先日南区の住宅街に泊まっていた車です。椿はそこに呼び出されました。はい、後から聞いた話だと魔王は椿とドライブするつもりだったとか。覚えていますよ、もちろん。陸運局ですか。しかし魔王も当然車から足がつく可能性を想定しているはずです。ええ、ですので調べてはいません。もし分かったとして何になるのかなと思いまして、ふと虚しくなりました。すいません、逆切れみたいで。ですからもう身代金は奪われたんです。私は探偵さんではないんです。犯行の手口を暴くことにそれほど意味があるとは思えないんです。今は椿の弟さんを探すのに全力を尽くしたいんです。浅井さん、よかったら協力してもらえませんかね。もちろん、弘明君を探すことをです。いえいえ、浅井さんはかの浅井工業の御曹司じゃないですか。お父さんは浅井権蔵さんという名前ですよね。私は浅井さんのことが好きなので、浅井さんのことは何でも知りたいんです。ざわざわすか。いただきました。あの、学園の先生にちょっと聞いただけですが、そんなに気持ち悪かったですかね。別に探りを入れようなどとは思っていなかったんですが、そんなに触れてはいけないステータスだったんすか。言う気もありませんが、なぜです。なんかすいません。そして協力していただけるようでありがとうございます。はい、
その可能性が高いとは思っています。可能性が高いというだけで絶対ではありませんから。人の命がかかっています。絶対ではない以上、かけなければならない可能性が残っています。そうっすか。あ、じゃあ携帯電話の番号を交換しませんか。はい、さすがに契約しました。1円携帯ですわ。これあれですよね、恋人登録みたいなことをするとお互いの通話料が安くなるサービスありましたよね。ぜひお願いしたいんですけど。いや、変な勘違いなさらないでください。自分男性の友人がいませんで、それでもお金は乏しいわけでして、これはつまり浅井さんに一肌脱いでもらうしかないわけです。はい、すみませんね。だからってたくさん電話したりしませんから。はい、自分はこれから椿と椿のお父さんにいくつか聞きたいことがありますので。あ、繋がった。自分携帯電話とか持つの初めてでして、あ、なんだかドキドキしますね、マイ携帯は。あ、特に用事はないです。繋がるかなとドキドキしたかっただけです。本当にこれで弟を返してもらえるんですか。言われた通りに、ハルちゃんに昨日の話をしました。どう思った？どうって、嫌でした。宇佐美は、お前が納得いく答えを口にしたか？納得？はぐらかされたのではないか？はるちゃんが身代金を渡そうとしないのは、はるちゃんなりに理由があってのことで、それは理解できました。私との関係は？それは、言いたくないことの一つくらいあると思うんです。いい答えだ。しかし、宇佐美が怖くはないのか？怖い？私のような卑劣な凶悪犯と知り合いなのだぞ。椿、人を疑わないというのは相手を軽んじているのも同じだぞ。なぜですか？相手に深い興味を持てば疑うものなのだ。お前は人を疑わないことで人間関係の煩わしさから逃げているに過ぎない。お前のような一見優しいようでいて実は何も考えていないだけの人間を何というか知っているか。偽善ですか。坊やだ。子供は
親が親というだけで信じる。お前もそうだ。お前も友人が友人というだけで信じる。それより言うことは聞いたんですから、弟を早く返してください。どうしても返さないって言うなら警察に通報しますよ。警察は許してほしいな。なあ椿、私にだって深い事情があるのだ。何も好き好んで5歳の少年を誘拐したと思うか。それは、どんな事情があっても決してやってはいけないことはあると思うんです。もっともな言葉だ。身にしみる。だったらもうこんなことはやめにしませんか。やめる？ヒロアキさえ返してもらえれば警察には連絡しませんから。もともとそのつもりでしたから。やってはいけないことはある。ただそれを承知の上でなおやらねばならないこともあると私は思うが。そういうお話はもう結構です。では話題を変えて弟の話をしよう。ヒロアキは無事なんですね。宇佐美はどうも死んだことにしたいらしいが、ちゃんと生きている。監禁しているとはいえ食事もきちんととっているし、部屋もしっかりと温めている。私は子供が好きだ。昨日は暇を見つけて小さなおもちゃを与えてやった。弟は喜んでいたぞ。人懐っこい少年だな、あれは。そうですか。返してほしいか。なら私の言うことを聞けるな。